今自分ができることを全力でやってました。同じことやってても勝てないんで。ドカケンさんが小学生、小中学生の頃、常に夢を見るために意識してくれて、自分の中で伸びたなと思って練習があれば、その物事の状況にとらわれない。例えばシングルスをしますと。で、俺はシングルスをしてきてなかったんで、シングルスが苦手だったんですよ。だけど、シングルスをしようとしなかった。自分はダブルスやってきたから、今自分ができることは何か、明確に考えるわけ。でも、勝ちを優先させないといけないわけだから、そうすると低い展開になったりとかさ、低い展開に持ってってとか、今自分ができることを全力でやってました。同じことやってても勝てないんで。で、練習方法とかっていうのは、正直、俺の中で同じ練習をするわけで、そこで意識で変わると思うんですよ。だから、この練習したらいいですよ、みたいなのは俺の中になくて、隣の A さんよりも、しっかりやる。隣の B さんよりもしっかりやる。これだと思うんですよね。今自分ができることは正確にやろうとはしてましたね。多分。チビの頃から。タオさんが現役時代やってた筋トレは、俺がやったトレーニングほとんどないっすね。ランニング、腹筋背筋腕立て、そんなもんみたいな感じ。このウェイトトレーニングとかやりましたけど、ダブルスレシーブ苦手な人が意識するべきことがありますと。速い球に対して速い球を打とうと思わないことですね。はい。速い球が来たら何を打てば一番安定するのか。遅い球が来たら何をすれば一番ですとか、いろいろね、あるじゃん。それを考えることなんで、速い球が来て早く打とうとしたら事故りますからね。もう皆さん考えてね。タオケンがやってて楽しくない試合ありますか？あるよ、いっぱい。バドミントンの考え方がさ、結構特殊で、ちゃんとバドミントンのことを考えてないと嫌だみたいなタイプじゃん。俺自身が。ってなると、相手がとりあえずやってるバドミントンの人って結構いるんですよ。中身がないから、そういう人と試合するのは嫌ですね。すごい薄っぺらくなっちゃうんで、それはちょっと嫌かなと思いますね。はい、質問します。ダブルスでの試合の話です。相手の球がネット前で高く上がって、あとはプッシュを打つだけで場面でネットにかけてしまうことが多いです。どのように打ったらいいでしょうか。中途半端に高い球でもう明らかに高く上がった時の話です。プッシュを練習するか、プッシュを打たないかじゃないですか。まあ多分こういう打ち方だったんですね。打ち方で言うとこういう打ち方だったんですよ。前じゃなくて前に振り下ろせないといけないじゃないですか。俺よく言うんですよ、バドミントンってスタートとゴールが重要だ。打つところがゴールだとしたら絶対スタートがあるわけですね。はい、この距離を短くしてください。長いんですよ絶対。だから長いがゆえにここで打ってるつもりなんだけど、ここで打ってるんですよ絶対。そうです、スタートとゴールね、そこ意識して。でね、ラケットが下がってる時とか多いんですよ。いつから自分が伸びたなと思いましたか。今思えば中3から高1か、高1から高2の間じゃないですか、一番伸びたのは。でもそれも実際周りが評価してくれることなんで難しいよね。自分がこうだからって言ったところで周りの人は違うこと思ってるかもしれないし、バドミントンでリスク回避が一番大事だと思うんですが、それを確認するレシーブとディフェンス全振りでハイクリアのビンが一番が、実際に世界の試合を見るとスマッシュやカットなどもこういう同じそれ以上に大事なスキーなのわかります。攻撃シーンバランスに関して持論があれば、超簡単に言うとオールロングでいいんですよ。シングルスなんてずっと後ろ、自分のやるべきことをまず決めます。オールロングでも基本的にじゃあ相手のフォア奥に集めるのかバック奥に集めるのか、これ基本的に決めます。自分のやるべきことが決まれば相手がどういう風にやってくるかっていうところもおのずと見えてくるわけですね。どんなプレーをしててもいいんですけども、自分がやるプレーが多ければ多いほど自分の中に情報量が増えるわけですよ。6パターン7パターン、フォアからのクロスカット、フォアからのストレートスマッシュ、フォアからのストレートクリア、フォアからのクロスクリア、こんな選択肢にいっぱい入れてると、その瞬時に判断しないといけないじゃないですか。で、そこでは判断できる。その次も同じ情報量が前来るんで、情報量が多すぎてコントロールができないんですよ。だからそういう点で言うと、やはり自分がやるべきことの情報量を減らす、選択肢を減らす。なぜ減らさないといけないかっていうと、自分のやるべきことを明確にする。それをやりながらも意識してる人以外は絶対情報量5つ6つは絶対あるんで、その自分がやりたいことの選択肢が多ければ多いほどミスが出やすいんだよっていうことを皆さんもう一回分かってください。はい、だからオールロングっていうのはずーっと後ろにやることです。もちろんそうなるとレシーブ力だったりっていうのも必要になってきますけども、それはかなり重要だけども、一番バランス、俺の中で一番の理想のバランスは守備7、攻撃3。これはもちろん身長だったりタイプによって全然変わってきますけど、オリンピック日本勢ここまでの結果を振り返って統括お願いします。まあ、メダルを取ったことはいいと思うんですけど、4年前と何も変わってないっていう状況かな。もうそれにつきますよね。頑張ってると思うんですよ、もちろん。